エントランス部分の様子ユアブプラザ大業大化とはシンガポール共和国の中央地区ラッフルズプレイスに位置する超高層ビルである。ユアブプラザはシンガポールの CBD であるシンガポール川沿いのダウンタウンラッフルズプレイスに建てられた高さ280.1メートル地上66階地下3階建ての超高層ビルである。 戦闘型ではない箱型のポストモダニズム建築で、設計は日本を代表する建築家の丹下建造、思考は西松建設、ラムチャン JV により行われ1992年に完成した。シンガポールの大手銀行である大花、銀行有限講師の本店として利用されており、2016年にグオコタワーが完成するまで隣接するワンダッフルズプレイス。 リパブリックプラザと並んでシンガポールで最も高い建物であった。プラザを構成する建物は主に二棟あり、高層棟のプラザ1と低層棟のプラザ2に分かれる。このうちプラザ2は1973年にボンハムビルとして建てられ、1995年にこれを改修したものである。また建物の素材や色、形、全体像などは、 ユアブプラザと同じ単下建造によって設計され、1990年に東京都新宿区西新宿に完成した東京都庁舎の第一本庁舎と告示する。またアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスにある US バンクタワーとも形状が似ている。シンガポールの建築法により、周囲の超高層建築は最高圏が、おおむね高さ約280メートルまでとなっている。 ありがとうございます。